皆さんこんにちは。 IT ビジネスアナリストの深田萌衣です。今回は電気代高騰、その犯人は誰だということについてお送りしたいと思います。その前にいつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録そして通知設定をよろしくお願いします。はい、今回はですねお知らせから始めたいと思います。こちらです。じゃーん、ついに明日5月11日発売、拙著メタバースがガーファ帝国の世界支配を破壊するという、まあ、こういった内容で、新刊を発売させていただきます。こちら宝島社さんから出ますので、内容はですねデジタル利権が塗り替わる、もうメタバース台頭でガーファの利権が奪われるぞ、じゃあメタバースを支配するのは誰なんだということをね、この一冊にまとめてみました。明日発売で、Amazon ランキングベストセラーを目指してますので、またもや応援よろしくお願いします。まだ、予約してない方はぜひともこの機会にですね、説明欄のリンクの方からAmazon で深田萌衣の新刊メタバースがガーファ帝国の世界支配を破壊するというこちらの書籍をお申し込みください。よろしくお願いします。はい、では本題に入りたいと思います。最近新電力の連続倒産事件についてお話をさせていただいたんですけれども、そういえば電気代最近高くなってきていますね。そちらの、ニュースなんですけれども、こちらになります。はい。ビズスパフレッシュ。電気代は1年で1650円アップ。2020年に値上げした、値上げするインフラサービスまとめというところで、最近電気代が上がっているねという、ニュースが出ていてですね、なんとこの1年間で1650円程度、電気代が上がっているよというね、まあこれ平均なんでしょうけれども、皆さんはどうでしょうか。まあうちも、電気代上がってきているんですけれども、まあ私はね暗所恐怖症で実は電気を消して寝ることができない、暗いところがとっても怖いので、いつ実は電気つけっぱなし生活してるんですよね。まあね一部だけなんですけれども、真っ暗はダメなんでね。なのでやっぱりよそのご家庭よりは、平均的に電気代は高いんですけれども、それでもやっぱり電気代が上がってきたなということは実感しています。それがどれぐらい上がっているのか、東洋経済の記事からグラフを見てみましょう。こちらです。はい、この電気料金上昇が顕著になってきましたよというところで、まあね、標準世帯の電気代料金が2021年比、50% も上昇してるの、使用量が多い世帯の1ヶ月の電気料金は 43% 上昇するとか、そういうことが言われているんですが、まあこの比較されている対象のこの2021年の1月というのが、これ燃料代がマイナスの時ですね。燃料代金がマイナスで、電気料金一番安かった時とちょっとね比較しているので、まあすごく上がったよというふうに見えるんですけれども、まあそうじゃなくてもですね、まあ平均的に見てまあね上がってるよねということが、言われています。で最近ねちょっとデータは古いんですけれども、今年の1月のニュースでですね、まあ2021年12月の、コア消費者物価指数が 0.5% 上昇で、デフレだねっていうね、デフレだよね、みたいな、ちょっと緩やかなインフレっていうことで報道はされてるんですけれど、まあ実は、生活をしていて、物価上がってないみたいな風に感じる人は多いと思います。実はこのね、
コア消費者物価指数を押し下げている効果を出しているのは、菅政権時代に行われた携帯電話料金の引き下げが消費者物価指数を 1.5% 引き下げる役目をしているので、実は電気代ですとか、あとは生鮮食品、野菜などの生鮮食品の価格が上がっているにもかかわらず、数字上は物価は上がっていませんというね、そういうふうに現れるようになっています。で、水道光熱費を見てみるとですね、この去年の年末、2021年12月、前年同期比で、まあ、11.2% 上昇しているんですけれども、私はこれちょっとね、前のメルマガで調べたこれ数値なんですが、まあそこから今、5月になっているので、そこからさらに数値は変わっているでしょうし、おそらくまあインフレ傾向かなり強く出てるんじゃないのかなと思います。で、こうやって、で、まあ、じわじわと水道光熱費っていうね、生活に関わる部分の、お値段、物の価格、サービスの価格っていうのが上がっているので、家計をね、やっぱり圧迫してしまっているわけなんですが、さらにですよ、ここからさらにひどい目に遭っているご家庭というのは、まあ、市場連動型電気代プランを契約している家庭、ご家庭さんはですね、かなり悲惨な目に遭っているようです。まあ、こちらのニュースちょっと見てくださいね。で、まあ、これは市場連動型がどうこうというわけではないんですが、昔、一度だけお仕事で一緒になった、ファイナンシャルプランナーの丸山晴美さんの記事なので、ちょっとね、取り上げてみたんですけれども、市場連動型は高リスク。電気代高騰で見直す契約プランと家電の使い方ということで、もうこの丸山晴美さん、凄腕の節約アドバイザーで、めちゃくちゃ節約すごいんですよ、この人。なので、最近電気代が上がってきたなという方はですね、ぜひこの丸山さんの記事を読んでみてもらいたいんですが、まあ市場連動型は高リスクですよということをここで警鐘を鳴らしてくださっています。で、この市場連動型プランがなぜハイリスクなのかというと、この市場連動型の市場とはどの市場かということなんですよね。で、これが、まあ、おとといご説明させていただいたフィット、ね、フィットで作られた JPEX と呼ばれる、まあ、電力の先物市場なんですよ。この電力の先物市場で、いろんな新電力さんはそこで電気を調達する、そして、皆さんのご家庭に供給をするということを行っているのですが、まあ、ほとんどの、まあ、新電力さん、99% の新電力さんは、99% かな、うん、ほとんどのし、ごめんね、今 99%、ちょっと間違いかもしれないです。ほとんどの新電力さんはですね、価格はですね、固定でお客様に提供をしていて、損しているのは新電力さんの方なんですよ。ただし、まあ、一部の新電力さん、市場連動型プランだとお安く提供できますよということで、その市場価格、JPEX の価格が低い時に安い価格で提供できますよと言って、そのね、契約されたご家庭というのは、まあ、急に価格が高騰して、蓋を開けてみたら値段がすごく高くなっていたというね、そういう事件が何度かありました。経産省からこういうね、資料が出ているんですけど、こちらです。市場連動型小売電気料金の説明、情報提供についてというね、こういう資料が2021年9月24日、電力ガス取引監視委員会から出ているんですけれども、こちらでですね、現在様々な電気料金メニューが提供される中、スポット市場価格に連動して電気料金単価が変動する料金メニュー、市場連動型料金メニューについては、2020年度冬のスポット市場価格の高騰に伴い電気料金が高額となる事象が発生。このことについて、
電力ガス取引監視等委員会には需要家から多くの相談が寄せられ、中には事前に十分な情報提供がなかった、具体的なリスクの説明がなかったなどの声もあった。このため委員会事務局では小売事業者による需要家への説明情報提供の状況について実態把握を行い、その結果を踏まえ制度設計専門会合において対策の必要性等の議論を行ってきたというふうにね、こういうふうに言われていて、この事業者ヒアリングによれば、こういう市場連動型の需要家件数ですね、これまあユーザーですね、ユーザーの件数は69万人で、全契約数の 0.78%、まあかなり、パーセンテージとしては少ないんですけれども、まあ69万人ぐらいは、まあ電力価格の高騰に驚いたよというね、まあそういうことになるわけなんですよ。で、まあここでね、じゃあ一体誰が悪かったんだって。まあその JPEX という市場が始まるときはですね、まあ JPEX で、ね、電力を、余剰電力を調達して、売れば右から左に儲かりますよという、そういう説明を受けてきた新電力が悪いのか、お客様にね、安い価格で、市場連動型だとすごい安い価格で、電力が使えますよと、電気代安くなりますよと、だって俺たち経産省からそういう風に説明聞いたんだもんみたいなね、じゃあどっちが悪いんだという話なんですが、まあこれ今あの責任がね、お互いなんかね、だって経産省そう言ったじゃん、いや新電力がちゃんと説明してないのが悪いんじゃんとかいうことになっているんですけれども、まあそれぞれの言い分をね、ちょっとね、並べてみましょう。じゃあそもそも市場連動型プランを作った新電力が悪いのかというふうに、聞かれると、まあ新電力側ですね、いや悪徳呼ばわりされちゃっているけれどもと、私たち新電力もそこまで電力価格が、市場価格が高騰するということを経産省から、説明受けてませんでした。経産省から俺たち説明受けてないのに、そんな俺たち知らないことをユーザーに説明できませんよねっていうね、そういうふうに、まあ、新電力側は感じていると。もちろんね、新電力さんにいろいろヒアリングすると、いや、中には本当に悪徳業者もいるんですけど、けどね、と。けど、最初は良かれと思って始めた人たちもいるわけですと。最初はだってね、一桁台で電力をね、調達できて、それプラスアルファの値段しかお客様にもらってないと。そうすると、ね、固定価格で売ってたら、その分がっぽり儲かった人たちは、薄利多売で薄い価格しかもらってなかったんですと。そうしてるうちに、いきなりその JPEX の市場のですね、電力価格が高騰しちゃって、それに伴って、その請求額も大きくなっちゃったと。そういうね、ことで、まあ、結果としての悪徳業者かもしれないけれども、そもそも最初からそんな悪徳業者になるつもりはなかったという新電力さんもいますと。いや、もちろん中には本当の悪徳業者もいますというふうに、まあ、おっしゃってるんですけど、まあ、いろいろなんですよね。で、まあ、あとはね、まあ、経産省の言い分からするとですね、俺たちは悪くありませんと。自分たちだってこんなに電力が足りなくなって価格が高騰するなんて知らなかったんですと。ね。だから大手電力が供給しないのが悪いし、新電力がね、JPEX という市場に頼って電力を調達しているのが悪いんですというのが、まあ、経産省側の言い分でですね。で、まあ、大手電力にしたらですね、なんで俺らのせいやねんと。なんで俺らのせいなみたいな。こんなロシアのウクライナ侵攻で今、ガス足りひんのに、そんな燃料足りひんのに、なんでどうやって、その火力発電、余剰電力生まれると思うの？
そんなん言うんだったらね、ガスの価格なんとかしてくださいよ。ガス調達してくださいよ。そんな余力もないのに、備蓄もないのに、そんな余剰電力生み出せませんよ。しょうがないじゃんっていうね。まあ、こういう言い分なんですよね。それに対してですね、まあ、新電力側は、この大手電力が余剰電力をね、供給してくれなかったら、それで一発で市場価格が高騰するというね、こういう仕組みで、スタートを切ってしまった経産省に責任があるんじゃないのとかね。で、結局、この価格が高騰した時に、しわ寄せというのがですね、供給できなかった新電力は、大手電力からペナルティ、市場価格でペナルティ料金を払うことになり、どんどん倒産していくと。市場連動型にしていたところは、エンドユーザーですね。皆さん、ね、一般家庭ね、消費者にその価格を転嫁して、その請求をしているので、まあ、倒産は免れていると。で、じゃあね、そもそもこんな地獄の電力プランを設計した、市場を設計したの誰なんだと。2011年の民主党時代に、経産省慌てて作ってませんかみたいな。しっかり練ってませんよねみたいなね。いうことなんですよ。まあ、そういう、市場の設計上ね、いろいろ問題があったのを、そのまま来ちゃった。そのまま何のこう改善もなく来ちゃったんですけれども、この制度設計専門会合で、それ相応の対応について話をして、251円よりも高くならないようにとか、なんかそういうね、上にキャップをつけようとかいう話はどうもしているみたいなんですけれども、いや、そもそも大手電力が供給してくれなかったら、もう市場がね、ストップ高でどんどん行っちゃうという、その仕組みそのものが結構、まあ、やばかったのではないかなというふうに、思いますね。で、この賦課金、さっきね、皆さんが払っている電気代、最近電気代が上がってきているっていうのは、この賦課金の値段と燃料調整費の2つの価格が上がってきてるんですけれども、この賦課金ですね。この賦課金、新電力が取ってるのかなと思ったらどうも違うんですよね。この新電力じゃなくって、このね、発電、再生可能エネルギーね、太陽光とか風力でできた電気は、そのね、電力会社に行きます。この電力会社さんがですね、まあ大手さんとか新電力とかがですね、まあ皆さんのご家庭から、賦課金をね、徴収して、この発電している人たちにそれをお返ししますよという、こういう仕組みになってるんですけれども、まあ、集めてくるのは電力会社や新電力なんですが、この賦課金を集めてしているのがフィットの人たちで、これは、要はフィット利権、天下り料金ですよと。まあ、そこから先のね、フィットの、電気を発電事業者さんにそのお金が行くんですが、まあ、こんなもんは、ね、新電力1円ももらってないし、結局は天下り利権なんやという、ちょっと恨み節も、そのね、新電力事業者さんからは聞こえてきます。でもね、いろんな人のいろんな言い分があるので、まあ、それぞれの立場をね、ちょっとね、加味して、皆さん、この今回の話も聞いてみてください。ところで、この電気代高騰を免れぬには、市場価格連動型は、皆さん気をつけてください。ということで、本日も深田萌えテレビをご視聴くださいましてありがとうございました。明日も深田萌えテレビをよろしくお願いします。